どうも高井です。 Google の無料戦略に限界が来ているようですが、利益の 95% は広告収入であり、広告のクリック率は 0.6% のようです。あと10年持つのでしょうか。この本の中に Google が信じる10の真実というのが出ています。それがビジネスモデルに深く関わっているようですね。読んでいきます。1つ目、ユーザーに注目すれば他のことはついてくるはずである。2つ目、一つのことを最大限うまくやるのが一番である。3つ目、遅いより早い方がいい。4つ目、ウェブ上でも民主主義が機能する。5つ目、答えを必要とするのはパソコンに向かっている時とは限らない。6つ目、悪事に頼らなくても金儲けはできる。7つ目、世の中の情報は増え続けている。8つ目、情報に対するニーズはあらゆる国境を超える。9つ目、スーツがなくても真面目な仕事はできる。10個目、素晴らしいだけ不十分である。この中にセキュリティの重要性って一切ないんですが、それは Google がネット上にあるマルウェアもしくはウイルスの類のものは引っかかるユーザーに問題がある、リテラシーが足りないからだって言ってるわけですね。ところが、こう近年、Google の脆弱性がつかれて、個人情報が漏洩してしまったなんて事件もあったりするわけですが、その事件があるがゆえに、管理コストっていうのは、Google が払うべきじゃないの?みたいな。つまり、Google の管理コストって、ここさ、こう近年、右肩上がりでぐーんって伸びてってるわけですよ。利益をそっちに費やす必要が出てきてしまったから成長に限りが見えてしまった。おそらくここ最近のことも考えても、ゲームとかに力をつけていってるようだ、入れていってるようだから、おそらくこの先も伸び続けるんでしょうね。でも管理コストも上がり続けていっている、それに限界が見えてるよねっていう話はこの本に載っている。それを考えると YouTube も Google の一部ではないですか。もしかしたら YouTube もこの先未来ないかもなっていうのを、これは動画投稿者側が一番薄々と身に染みて感じていることでしょうから、それを考える上でもこの本は有益な一冊になるはずです。一読してみませんか。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。